はい、皆さんこんにちは。講師卸市場関係の動画を出すと毎回すぐに低評価が2件つく物販講師の黒沢です。誰だつけてんの、一体。もう逆にファンク。今回はですね、少しキャッチなタイトルで書かせていただいたんですが、海外物販やらないでくださいっていう話です。どういうことって思うかもしれないですけれども、海外物販が好きなら、海外物販に興味があるなら、もちろん海外物販ウェルカムなんです。自分も物販コンサルタントですからね、生徒さんがいてこそ自分の仕事が成り立つっていうところはあるんですけれども、ベクトルを考えていただきたいんですね。正確に言うと、ベクトルだけで表せない部分に着目して、皆さんが今後どう進んでいくかっていうのを、ぜひぜひ反芻咀嚼していただきたいなと思って、このような動画出させていただきました。いろいろなことが原因で、いろいろな理由があって、別の場所に行こうとする際に、 A が嫌だから B に行くっていうパターンと、 B が好きだから B に行くっていうパターンがあると思うんですね。正確に言うと、これ両方の理由って必ずあるはずなんです。ただし、その際にですね、この A が嫌だから B に行くっていうのと、 B が好きだからたまたま今いる A から B に行くっていうのと、たまたまが A につくか B につくかによって全然話が違ってくるんですね。 A が嫌だから、とにかく A から逃れたいがために、たまたま目についた B に行くっていうのは、 B がたまたまなんですよ。だから B じゃなくてもいいわけで、 B が好きだから B に行くっていうのは、たまたま今は A という仕事をしてるけれども、本来やりたいのは B だから B に行くっていう、 A がたまたまなんですね。だから今いる場所がたまたまなのであれば、その後動いていく先、B という場所、まあ、例えば物販ですけれども、その物販、ネット物販に進んでいくっていうのは、往々にして正しい選択肢であると。しかしながら、とにかく今いる場所が嫌だから、こっからも逃げたい逃げたい逃げたいと思って、あ、B が見つけた、とりあえず B だっていうふうにわーっていくとですね、その逃げた先で、また何かしらの理由を作って、また別の場所に行くっていうことがあり得るんですよ。要するに、たまたま B に行くのであれば、そもそも B じゃなくていいよねって話ですよね。海外物販やらない方がいいですっていうのは、みんなやんない方がいいんじゃなくって、詳しく話すと、海外物販が好きだから、興味があるから、一番関心があるから、一番いいと思うから、いろんな情報をかき集めて、海外物販と、例えばタイの輸入と中国輸入と瀬取りと、っていうふうにネット物販比べてみて、その中で、あ、一番黒沢が話してる内容っていうのが合理的で自分に合ってるなって思うのであれば、海外物販っていいと思うんだけども、とにかく今の場所からただ逃げたいから、なんとなく目についた海外物販に行こうかなって思ってるのであれば、それはちゃうよねと、少なくとももうちょっと時間かけて考える必要があるよねっていう話を言いたかったです。皆さんよくご存知のザ・シークレット引き寄せの法則、ロンダ・バーンが2006年に出した本ですけれども、そのザ・シークレットの DVD 映画版で登場されたジョー・ビターリ博士、これちょっと読み方、いろんな言い方あると思うんですけど、私はジョー・ビターリって言っちゃってますが、このジョー・ビターリ博士が出版されたザ・キーという本の中でこんなこと言われています。それは、何かから逃げるために別のどこかの場所に行ったとしても、その人はその逃げた先の場所でまた何かしらの言い訳を作って、さらに別の場所に行くだけだよっていう発言があります。これが全くこちらに当てはまるんですね。とにかく今いる場所が嫌だから別の場所に行ったとしても、その別の場所でまた何かしらの言い訳を作って、また別の場所に行こうとしちゃうだけで、いつまで経ってもぐる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 動いていて、いつまで経っても地に足をつけることができない、根を張ることができないっていう状況に陥ってしまうんですね。というわけで、今回は海外物販やらない方がいいですっていう話をしたかったんですが、正確に言うと、どういった成分で海外物販の方向に進んでいこうとしていくのかっていうのを、皆さん自身でぜひね、反芻咀嚼していただきたいなっていうことです。ここに何パーセントって書いたんですけど、 A が嫌いだからっていう思いが例えば 30% で、海外物販が好きだからって思いが 70% なのであれば、海外物販進んだ方がいいんですけど、別に海外物販が好きだからなんて気持ちが 10% もなくって、もうとにかく今の場所が嫌だから、もしくはなんかとりあえず変えたいからっていう、そのなんとなくなんとなく精神でですね、海外物販選ばれちゃうと、正直講師として教えていても、なんかやる気がないような人をずっと教えなきゃいけないんで、こっちの負担も大きいんですよ。で、こっちの負担っていうのはこっちの話なんで、皆さんは全然気にしなくてもいいんですけれども、そういう方っていうのは
単純に自分の方向性だとか、自分自身がどうしたいっていう意思だとか、そういったものが薄弱な状況なので、実際の海外物販のコンサルティングも進まないんですね。話が商品リサーチしてテストマーケティングして、それを繰り返していて、オリジナルブランド戦略を確立しましょうっていう、このステップっていうのをなかなか進まなくなってしまう。そうすると、私がどうこう抜きにしても、その生徒さん、海外物販をなんとなく始めてしまった生徒さんにとっても、ものすごく時間や労力、お金の無駄になってしまうので、そこっていうのはもう誰もプラスがないよねっていう状況になってしまうんじゃないかなっていうことを申し上げたかったんです。そこも含めてですね、そもそも海外物販ってどういうものなのかっていうことが気になる方っていうのは、公開動画たくさん出してますので、まずはそちらでご確認いただき、さらに各動画の下から5日間の無料講座登録できますので、そちらにもご登録いただき、それでもよくわからないところっていうのがありましたら、海外物販興味がある上で、でもどこかよくわからんと、海外物販やったらいいのか、自分の立ち位置っていうのが正直まだよく分かってないって場合でしたらね、別に海外物販早速やりましょう、今すぐやりましょうみたいな変なクロージングとかセールスはしませんので、ぜひぜひお問い合わせいただければなって思います。電話相談、スカイプ相談できますので、ぜひお問い合わせいただければなと思います。というわけで、今回の動画少しでもご参考になりましたならば、高評価、チャンネル登録お願いできれば幸甚です。最後までご清聴くださりありがとうございます。では失礼いたします。